今回は腸内環境を整える発酵飲料腸活梅シロップの作り方をご紹介します。梅に含まれるクエン酸や抗酸化作用に酵素と発酵パワーが加わった梅酵素シロップ、発酵させることで腸内環境を整えたり免疫力を高めたりしてくれる最強ドリンクです。酵素を取ると代謝が上がり冷え性が改善されたり、デトックス効果もありダイエットにも役立ちますよ。酵素ドリンクを成功させるためのポイントを解説しながら簡単に作れるレシピをご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは我が家で使ってみて良かった商品や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。まずは梅についてです。使用する梅は青梅でも完熟梅でも OK です。ミックスして作ることもできます。傷がついているものでも大丈夫。傷から梅のエキスがよく出てくれます。お砂糖は甜菜糖と純黒糖を使います。お砂糖はお好みのもので大丈夫ですが、エリストールなどは溶けないのでうまく作れません。甜菜糖はオリゴ糖が含まれていてお腹の調子を整えてくれるので酵素ドリンクにはぴったり。純黒糖はサトウキビのミネラルなどの様々な栄養素が含まれているのでおすすめです。黒糖には純黒糖と加工黒糖があり、加工黒糖は砂糖や糖蜜などに黒糖を加えて作ったものです。原材料欄にサトウキビ 100% と書かれた純黒糖を使うと濃厚な仕上がりになりますよ。保存瓶は密閉できるガラス瓶が良いでしょう。100均にいろいろなタイプの商品が売っています。容器を消毒するアルコールやキッチンペーパーも用意してくださいね。今回は完熟梅を使って作ります。まずはなり口の端を爪楊枝などで取っていきます。取り残すとシロップの中に浮いてきてしまうことがあるのでしっかり取り除きましょう。梅をよく洗います。スーパーで売られている梅は比較的綺麗なので軽く洗うだけで大丈夫ですよ。すべて洗い終わったらザルやキッチンペーパーの上に並べて乾燥させるか、一つ一つペーパーで水分を拭き取ります。すべて水分が乾いたら梅の重さを測っておきます。梅の重さに対して8から10割ほどのお砂糖を使うので梅の重さはメモしておきましょう。瓶はアルコールでしっかり消毒します。瓶の中に梅を入れます。梅のサイズが大きくて瓶に入りづらかったので並べて入れていますが、入れ方は適当で大丈夫です。梅を少し入れたらお砂糖を少し入れます。梅と砂糖を交互に入れるようにしましょう。今回は塊の黒糖しか手に入らなかったのですが、粉末の方が使いやすいです。塊の黒糖を使う場合は麺棒で叩いて細かく砕いた方が溶けやすいですよ。
あとは同じ手順で作っていきます。あとは砂糖が溶けて発酵するのを待つだけ。だいたい1週間から2週間で発酵してきます。次は砂糖が溶けていく過程を見ていきましょう。次の日になりましたが、まだ全然溶けていませんね。1日1回蓋を開けて新鮮な空気を取り込んであげます。4日目になり、だいぶエキスが出てきました。砂糖を早く溶かすために時々瓶を振ってあげます。この作業をやるのとやらないのでは砂糖の溶けるスピードが全然違いますよ。私は早く飲みたいので毎日懸命に振ります。5日目になり、だいぶ溶けてきました。発酵を促すために天気の良い日は外に出します。室内で日当たりの良い場所があればそこに置いておくだけでよく発酵してくれますよ。そこに溜まった砂糖がなかなか溶けません。底の部分は砂糖が固まりやすいです。そういう時はスプーンやお箸などでかき混ぜると溶けやすくなります。天才糖のシロップは発酵し始めています。こちらも混ぜて、そこに溜まった砂糖を溶かします。1週間経ちました。かなりシュワシュワしてますね。中も泡が出ています。黒糖はまだ発酵していないので、もう数日待ちます。10日経過した様子はこんな感じです。黒糖も発酵しました。天才糖もまだまだ元気に発酵中です。追加で大きい瓶に天才糖の梅酵素シロップを仕込みました。それではおすすめの飲み方をご紹介しながら味見をしてみたいと思います。まずはシンプルに梅酵素シロップの水割り。シロップがわずかにシュワシュワしているので、個人的には炭酸割りよりも水割りの方が好きです。いただきます。おいしい。酵素が体に染み渡ります。いくらでも飲めちゃいそうです。
2つ目のおすすめの飲み方は黒糖梅酵素の炭酸割りコカ・コーラ風。市販のコーラは全く飲まないので味が似ているかは置いといて、爽やかで体がシャキッとする梅酵素コーラ。色味や雰囲気はコーラです。いただきます。炭酸がキリッとして梅の風味が最高です。体が生き返る感じがするくらい美味しいですよ。3つ目に好きな飲み方は牛乳割り。梅酵素ラッシーと名付けています。牛乳に含まれるタンパク質が梅の酸に反応し、とろみがついてラッシーのような味わいになります。ただし梅シロップの量が多すぎたり、温めた牛乳で作ると完全に分離するので注意です。いただきます。美味しいです。真夏の暑い食欲のない日などに、タンパク質と糖質を効率よく摂れる梅酵素ラッシー。運動の後や疲れている時にでもさっぱり飲めるのでおすすめです。自宅で簡単に作れる梅酵素シロップいかがだったでしょうか。暑い夏になると飲みたくなる梅酵素シロップ、三毒を断つと言われ古来から親しまれている梅の効能に、酵素と発酵効果がプラスされた夏を乗り切るためにはなくてはならないジュース。ドリンクにするだけじゃなく、ドレッシングや料理の隠し味としても使えます。とても簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。